こんにちは。ただいま時刻が19時ぴったりということで、晩ご飯です。やったー。今日は、蒙古タンメン中卒。皆さん、蒙古タンメン中卒って知ってますか？中本です。そう、中本なんですけど、はい、そこが出してるカップラーメンがまあ結構バズって、引き体でこう、中本って書くと中卒に見えて、まあ中卒って言われてて、こちらは一応、高卒なんですけども、今回は普通のまさかの辛くないラーメンたちを用意しました。しかしですね、激辛北極の方も到着予定です。怖すぎー。っていうのも頼もうと思ってたんですけど、なんか日よって間違えてこの3つだけ頼んじゃって、後からアップルと相談したら、やっぱ辛いのはうちら的に食べた方がいいって絶対 YouTuber だからね。だしって、いう話になって追加注文したので、それはもう後々届くということで、それまではちょっとこの美味しい普通のラーメンを平らげたいと思います。ということで早速食べて、いきますメディア。手を合わせましょう。はい、今合わせて。いただきます。いただきます。私は醤油ラーメンを選びました。私とリリは味噌ラーメンです。うまっ！うわー！めっちゃうまいね。マジで？中卒すげえじゃん。あといつまで中卒って呼ぶ？うちらだってね、高卒で終わりたいわけじゃなかったんだから。そうなんだよ。そうだし。じゃあうち先卒。あ、そっか、卒業してんのか、ちゃんと。一人だけちゃんと卒業してたわ、それ。中退。私はそう、退学しました、大学は。完全にお仕事の都合でしたね。それはそう、言い訳って言われたらそこまでだけども、やりたいことがありましたから、ちゃんとあるなら全然本当に、でも本気で多分分かる人は分かると思うけど、うちが大学辞めてから本当に更新頻度とかもめちゃくちゃ高くなったから、ね、本当の方ちょっとさ、一個言ってもいい、お仕事のやつがあってた今この時間に、一瞬逃げたらやばい、いいよ、2分で帰ってくるまさかの、これつけたままでいい、どっちでもいい、うちらでこうやって休養もあるわけですからね、立ちながら仕事してる、忙しいですから、やっぱ売れっ子は違うね、去年の年収家が建ちますから、そんなことない、全然会社変えてるし、悪くない、おかしい、かげ石油王マジ石油王、多分口座に湧いてる、お金家事代行しようよ、確かに仕事なくなったらあいつのお城掃除研修手伝いおわっぴー、何をしたんですか今、お仕事ですね、今2分で100万稼いだそうです稼いでないです、そんな、オッケー、それいいでしょ、そんなことないよ、ね、みんな電話何うちだけ暇じゃん、ごめんね、電話来ました、ね、うちだけ暇だって、誰か仕事くださいもしやっぱりこれってチャンネル系とかですかうまいつでした、やっぱり仕事はありません、仲間いてよかった、地獄の北極が到着しました、わーえ、肉も頼んだの、はい、うわ、え、うわ、マグマ見えた今、うわー、マグマ見えた、こちらスープです、大丈夫っすか、え、中卒、間違えた、高卒、違う、あのね、知らない中本さん中本で一番人気なのは何？これですよ、蒙古タンメンの北極、はい、こちらが北極です、こちらは中辛です、北極のやや辛いって書いてあった、やや辛辛いく、頭いい、カラカラいこう、なんかちょっと優しい色してる、どういう辛さなの、あ、うん、でもカッパはこれもう辛いって感じ、このぐらいのはもう本当に好きで食べる、おいしい、めちゃくちゃうまい、これは辛くない、だよね、これはマジで、まあ蓄積どうですか、来た来た、後から来る、最初はめっちゃ美味しい、そうそう、分かる、辛いな、これだけでもうちょい一回普通の自分たちのラーメン食べてからいきます、確かに死んじゃうかもしれない、先輩はね、そう、しかも暑さ出ますから、そうなんだよ、クールダウンしてもらいたい、リトルマーメイド見てきました、見たい、でもなんかやっぱりアニメのキャラクターとのギャップでやっぱ見に行く人が結構少なくて、今はもうアラジンよりも初動がめちゃくちゃ悪いらしい、そうなんだ、そうだから見に行って、みんな行きたい、普通に本当にすごかった、めっちゃ行きたい、アリエルを助けたい、うん、感じ、いいオタカッコワラだから、そう、海の世界と人間界を共存したら手を取り合って幸せになるよっていう話なのね、リトルマーメイドって、うちもそれ見て、やっぱ水族館に泳いでるお魚さんとか海の魚たちもやっぱそういう世界観あるよねと思って、うちらがこうやってさ、いろんな生活してるの、もちろん海の生き物だって海の中で多分生活してるわと思って、やっぱ海の生き物に優しいしようと思ってまあ映画を見終わったわけ、ほっこりした気分で1時間後に寿司三昧行ってしまいましたからね本当にさ、そういうとこだよね、わかる、美味しかった、寿司だんま最近キュンキュンしてないんですか、してますよね、絶対、
ていう。いやなんか、うん、お酒を飲みに行ったの最近ね。うん、だからめっちゃかっこいい人がいたの。話だよ。歴代スキピの中で一番顔がタイプ。おお。じゃまだスキピにはなってないんでしょ。うん、どういう系統？塩。あ、塩顔。てかさ、幅広くない？っだって鬼ソースもいたじゃん、うん、昔。いや多分それは趣味が変わったんだと思う。ああ、確かに。でもまあマジは時代によってのイケメンを。そう。だからうちが中1の時に好きだったあの先輩はあの系統が一番モテてた系統じゃん。確かに、うん、クソミーハーってことでしょ。クソミーハーなのかも、うん、付き合うってもしなった時その前に二人に会ってほしい。今回は、うわ、会えたー。確かに検定これは会えたー。いじめて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 生き残ったら付き合えたよとかでもいいしね。確かにユーピにいじめていじめていじめていじめられて生き残ったら相当強いメンタルの持ち主。そうそうそう、結婚審査員ですからね。そうですか。え、もうさ23じゃん。え、そうだよ。そんな軽い気持ちで付き合っちゃダメだよね。そうだよ、うちらが言うんだよ。16年ぐらい一緒のうちらの意見が正しいに決まってるじゃない。分かってる。でもどうせ聞かないよね。聞くよ、うち他人の意見を取り入れるっていうことを学んだもん。結局恋に盲目なあんたって。そうなの。絶対に取り入れませんから。そうなの。結局自分の意見本当に盲目になるよね。もうだって忘れたでしょ、元彼のこと。うちって本当にすごいなって思うの、心の切り替えが。すごいなって言えばすごいなだけど、キモいなって言えばキモいなでしょ。いいよ、もうみんな引いてもらって。自分もめっちゃ忘れたいなって思ってたからこそ、逆になんかそういう新しい出会いの人とかをいい方向に行ったらいいなっていう考えで動くと、自然とどうでもいい元彼のことを考えなくなるから、うん、あいい方向だと思ってる。男は男で忘れろって言いますしね。うん。じゃあそんなことでね、激辛を一旦試していただいた方がいいんじゃないですか。強い音になって。確かに。じゃあ行きます。え、異次元。喉がやばい。できる。痛い。痛いんだ。カッパで考えないでいけそう。辛っ。お前はチキンだ。あんたらもっといけよ。私行きます。どっちが嘘か分からん。左のおばあさんが大げさかもしれない。それ大げさ。大げさ。うん、見せることじゃない。いや、それはオーバー。うちもっともっとヤバいの想像してた。あ、でも来た来た来た。辛い。舌痛っ。めっちゃ舌痛い。ヤバい、辛い辛い。また言ったじゃん、そいつヤバ。オーバーオーバーとか言って。僕もそうなるんだよね、きっと。痛い。辛いじゃない、痛い。もう無理だよ。今20分ぐらい粘ったけどね。本当にそんな辛い時にはひんやりするようなあのコーナー、ユーピーマンのスピリチュアルコーナー。イエーイ、待ってました。ありがとうございます。いいですか、皆さん心の準備は。お願いします。皆さん、禁足地というのはご存知でしょうか。絶対に足を踏み入れてはいけない場所が日本にはいくつか存在していて、八幡の藪知らずという禁足地がありまして、千葉県の市川市八幡にある森の通称なんですけども、多分地元の人とかも有名なので知ってる人が多いと思います。古くから禁足地とされていて、足を踏み入れると二度と出てこられなくなるという神隠しの伝承とともに有名だそうです。ネットの噂でね、昔八幡の藪知らず事件というのが発生しておりまして、今から10年前ですね、ちょうど、はい、2013年7月11日に千葉県に住む高校3年生の女子が学校からの帰宅途中に突然姿を消し、それから77日後の2013年9月26日に自宅から約350メートル離れた神社で発見された事件。ここに踏み入れて行方不明になったという情報があって、女子高生は発見時体重が激減していて、衣服は汚れホームレスのような状態だったそうです。この女子高生が77日間もの間誰にも発見されなかったことだったりとか、食料や水、トイレはどうしていたのかなど、この事件では不可解の謎が多くあることから、実は現代の神隠し事件ではないかと言われて、八幡の藪知らずの神隠し伝説とも関連付けられて語られているそうです。発見された時、行方不明だった女子高生は、警察からの誰かに連れ去られたり事件に巻き込まれたりしたのかという質問には違うと答えていて、事件には犯人などはおらず単なる家出として処理されている。これが怖いんですよね。あ、だからただもう帰りたくなくって、ずっと外でどうにかして生きて、まあ何があったかは僕は語られてないんですけど、本人曰くもそう言われてるから、神隠しなんじゃないか説みたいなのが出てる。わぁ、まあ、千と千尋の神隠しもさ、あっちの世界で過ごしてたわけじゃん。確かに。
そんなことがあるのかもねっていう。言ってはいけませんよ皆さん。どんだけ好きってる方も。私は行っちゃいますけどね、ワンちゃん。行きませんよ。絶対行きませんよ。いやでもそういうとこってマジ行ってみたくなるよね。うん、まあ近くを行く分にはね全然大丈夫なんですけど、まあ入れないようになってるらしいので。喋れない。なんですか？タイミングむずい。むずいよな。うちさ専門学校の方さ、なんか新スポに行こうみたいな話になって夜、はいはい、男女6人ぐらいで行こうとして、まあ、車だけだったら入れないから、うん、車とバイクで行こうみたいな。強すぎんそのバイクの話。結構やばいとこだったの、本当の新スポ。結構言われてる新スポだったから、正直怖かったけど、まあ、仲良くみんな行くから行こうかなって思ったの、うん、うちってさマジ守り神多いじゃん、うん、知らないけど自称でしょそれ。自称文調べなのよ。自称で自称。そうなんですね。確かに言えないから。めっちゃ守られてるの。守護霊がいる。で、そのまま行くってなった日に、うん、男の子が迎えに来るわけよ。はいはいはい。そしたら、うちがガチャって開けた瞬間に警察がいて、そのバイクの人がスピード違反で捕まって、結局そのバイクが使えないから、みんなで行けないじゃん。車4人とかだから。で、今回はなしにしようって言って終わったの。行くなって言われてる。そうだから行くなって言われて、しかもうちの家の前でね。他の子たちはもうみんな集められてて、で、うちの家の前で捕まったの。うわ、リリーが止められたんですよ。絶対なんかあるね。もうすごくない？あと家で盛り塩してる方いたらもう絶対にやめた方がいいらしいですよ。そうなの？リリーちゃったじゃん、うん、実家。トイレは？あそこに全部悪い気を閉じ込めちゃうんだって。リリーちゃんトイレ、隠れもむじりが塩持ったら。マジで？じゃあその隠れもむじりやばいじゃん。森塩についてやっぱ今調べたんですけど、次回の UP マンスピリチュアルコーナーは森塩についてお話ししたいと思います。まあやめた方がいい理由もあれば、別にやっててもいい理由がありましたので、どちらも紹介しますのでお楽しみに。はい、ということで今回は蒙古タンメン中卒爆食の回でした。はい、全て食べきることはできませんでしたけども、これ電子レンジで温めると復活するというふうにネットで調べたら書いてあったので、温めてこの後まだまだあるので食べたいと思います。本当に舌が痛かったんですけど、ひんやり話でちょっと収まったんじゃないですか、うん、確かに収まった。本当に怖い話大好きだから、怖いの苦手な人ごめんなんだけどね。ということで皆さんも何かありましたら私までお申し付けお申し付けお申し付けください。以上。